それでは始めましょう。今回は世界の工業、まあ、日本の工業都市も出てきますが工業についてちょっと見ていきましょう。はいえー、用語・地名の問題ですね。これもいろんな細かい問題出てますので、ね、注意していきながら、えー、学習していきましょう、はい。まず1番です。生産工程の中で高度の技術を必要とする工業の総称のことを何と言いますか。まあ、まあいろんな聞かれ方するので、えー、一番まあ端的な質問だとこんな感じになりますかね。はい、答えです。はい、知識集約型工業。 はい知識ですね。まあこれがまあ技術とイコールになって技術知識がいっぱい集まって初めてできる工業ということですね。はい知識集約型工業と言いますね。 あの本によっては技術集約型工業って書いてあ,ったりある本もあるそうですが、まあ、まあどちらでも対応できるようにしておきましょう続いて2昔からその地域の原料や人材を利用して発達した地域性の強い産業これも次第よく欠かせますんでね気をつけてください、はい、こういう産業のことを地場産業と言いますねその地域でオリジナルの、ね、工業そ,こその地域その地域でやっている特有の産業のことですね。 はい、地場産業と言います。まあ、例えばえそこで漁港があっていっぱい魚が取れるんですなんていうふうになると、その魚を加工するような産業が発達するようになります。えこういうのも含めて地場産業。木材がいっぱいあるんですうちの地域っていうとその木材加工の工業がね発達したりします。こういったことですね。 鉄工業においいてますけど精、ね、選から圧縁までの全ての部門を行う大規模工業あの本来鉄工業っていろんんな過程があるんですね、えー、鉄鉱石から成分を抜き出す過程そこから鉄鉱石の鉄分を溶かす過程そしてそれをドーッと広げて伸ばす過程とかねそれを、えー、例えばさまざまな形に加工する過程とかいろいろあるんですけどもそのうちの、えー、この鉄鉱石から鉄を取り出して、えー、そして伸ばしていくこういった過程を全部やってしまう しまっている大規模工場のことをはい、線工一貫工場って言いますこれ書かせているので気をつけてくださいね線工一貫工場ちなみに余談ですがこれ時々鉄鋼一貫工場って書いちゃう方いるんですねこれ気をつけてくださいね,ねはい、こんな工場もあるんですよまあ,あの基本大規模な鉄鋼業のある都市ではだいたいこの形の工場になりますね アルミニウムの原料になる酸化アルミニウムの通称なんと言いますかカタカナ4文字です答えアルミナと言いますそうですねアルミニウムの原料は防気サイトです防気サイトからその中からアルミの成分を取り出してきますその取り出してきたものがアルミナになるわけですねアルミニウムの成分だからそのアルミナなんですけどまだアルミニウムではありませんそこに書いてある酸化アルミニウムでちょっと言葉 荒っぽく言うと錆びた状態ですねアルミニウムが錆びている状態になっているのでその錆を取ってあげなきゃいけません酸化しているものの酸素を取ってあげなきゃいけないで、このためには電気が必要になりますこれ電気分解でひっぺがすんですねこれね。ですのでアルミニウム工業では電気代が非常に重要なエッセンスになりますので電気代の安いところにあるアルミニウム工業が立地します はい、それはこのアルミナの電気分解のためなんですね。だから水力発電所のところにアルミニウム工場があるっていうところと話がつながります。最後です。電動体、これも電気は通す物体ですね。電気を通す物体と電気を通さない物体の中間的な性質を持つもので、はい、ゲルマニウムやシリコンなどの総称のことを何と言いますかってことで、 半導体って言いますね。まあ、特にあのコンピューターとかですね、大変こう、なんて言いうか、精密な機械などに使っているものになりますが、ね、これ半導体です。ですからこういったものをいっぱい作っている工業地域のことを、シリコンをいっぱい使うので、シリコンなんたらって言ったりしますね。えー、そこから名前が来てるなんてこともちょっと知っておいてください。えー、はい、じゃあ次です。 地図問題です。次の年で盛んな工業の種類とその位置を示せというまあ、お決まりの問題ですね。上げるとキりがありません。今代表的なものを4つ上げましたけども、他にもいっぱいいっぱいあります。えー、それぞれですね、出てくる旅ごとにチェックをしてみてください。代表的なものを4つ言ってみました、はい。まず1つ目、シアトルですね。シアトルは工業は航空機になります。飛行機ですね。はい、えー、場所なんですけども、アメリカの北西部になりますね。シアトル、この辺になります。 はいシアトルでもともとはですね林業の盛んな町で、えー、森林がありまして林業が盛んですはい、えー、ところが、えー、近くにですね川がありましてその川でにですねダムを建設して多目的ダムですねダムを建設しまして先ほど話題になったアルミニウム工業などをやるようになってきたんですねでそのアルミニウムなどを利用しながらですねこちら航空機を生産するようになってきました。 今では航空機産業の代表的都市として知られていてアメリカを代表とする航空機会社、ボーイング社ですね。あのよくボーイング700なんとかなんとかなんとかなんてねこういう飛行機の話題が出てくるんですけどもそのボーイング社という会社の工場なんかがあることでも知られています、はい、あのちなみにアメリカの航空機産業で他にもですねロサンゼルスとかですねそれから他の大都市でもやってないわけじゃないんですよ。有名なのがここです で続いてなんです今度トゥールーズという町ですね、トゥールーズは、はい、まず先にやっちゃいましょう、同じく航空機の町です,航空機多いです、ねえ、フランスの南西部にあるえ町ですね、世界地図に点を打つとです、ね、ものすごい地域になってしまいますけどね、えこれ、南西部、トゥールーズです。こっちはあのエアバスって会社があることでも有名ですね、エアバスの工場があることでも有名です。はい エアバス先ほどボーイング、こっちエアバス、あのこれに世界を飛んでいる航空機の2大会社、です大きい 2, 2つの会社で、会社名も覚えておいた方がいいですよ、あの次第の方はね。あの例えばじ自動車工業都市が出て、その工業都市にある本社を持つ工業地質で自動車会社の名前は何ですかって聞かれている例もないわけじゃないんです。えー、あ例えばベンツですとかね、えー、あとはあの日本のトヨタとかね、まあ、そういったところ出てますので、ちょっと気をつけておいてください,、はい。エアバスでしたさあ次 今度はウォルルフスブルクですね。これは自動車工業ででで有名ですす。ね。先に自自自動動動車車車出ししちゃいい、ましょう。よは工業としてはもうあっちこっちにありますね、例えば日本のトヨタもそうですね、それから韓国のウルサンなんかも有名ですね、中国のチャンチュンって町街もありますよ、右上の方にですけどね。あります、アメリカのデトロイトは忘れられませんよね、五、えー、大湖のところにあります、この辺。えー、自動車工業としていっぱいあるあ、フランスのパリもいいですよね、えー、こんなところもあります。あ イタリアの左上にありますトリノも有名ですね、えー、今回のウォルフスブルクは、はい、これはドイツですねドイツユーランド半島の南側スイスの上くらいのこの辺にあります <laughs> もうほとんどドイツの国をほとんど塗りつぶしているかのようになってますがここら辺です、はい、ルール工業地帯っていうのを覚えてますかライン側にあるルール工業地帯とベルリンがあるんですけどルールとベルリンのちょうど中間くらいになりますねウォルフスブルクになりますはい以上です。 オルクスバーゲンワーゲンですねの街、えー、でも有名です。次プサン行きましょう。えー、プサンは、えー、韓国の南側にある町です。はいこの辺です。韓国の南側。あのー、正直言うとですね日本とすぐ目の前になります。はいですから船なんかでね定期船なんかが走ってもありますが、えー、有名です。はい何で有名か行ってみましょう。 はい造船船で有名ですあの船以外もやってますよ様々な工業やってますが、えー、韓国の造船というとプサンがやっぱり有名です近くにウルサンって町があって先ほどちょっと出た自動車の町なんですけれども最近はウルサンでもやっぱり造船やってましてですね、えー、話題になりますはい釜山造船でしたさ今度は日本も一応やってみましょうよということで、えー、室蘭水島新居浜トヨタ日つと出てます はい、えー、一部の町はですね、工業立地の会で、えー、登場しているので、その時にもう、えー、学習ね終わってるよとかちゃんと見たよって方は覚えていると思います。はい、さあ行ってみましょう。まず工業誌からですから室蘭は何と言っても、えー、鉄鋼です。で、水島といえば、はい、えー、科学コンビナートがあることで有名です。コンビナートです。はい。 新居浜なんですけどもこれはですねもともとは金属です近くに銅山があってですね別紙っていう銅山があってその金属をやってました、はいえー、金属は、えー、年々年々海外の金属に負けてしまったため、はい、こちら化学が現在では有名ですね化学工場があります はい、トヨタはなんて言ったって自動車、日立は家電です、さあそれぞれどこにあるか確認していきましょう、はい、室蘭ですけども、室蘭は北海道の,ここあの左側のこのちょっと下の突起の,のところですね、ここにあります、室蘭です、1番、あそれから水島ですね、水島、この辺、倉敷って町が近くにありますけどね、はい、2番、瀬戸内ですね、3番、新居浜、この辺ですかね、この辺がもうごっちゃごちゃになってますから、3番、はい、四国ですね。 それからトヨタです。トヨタは愛知県ですね。この辺になりますかね。はい、四番。で、日立が茨城県ですね。よいしょと。で、こちらで五番と。になります。はい、この大体の位置関係ね、押さえてください。他にもいっぱいあるんですよ。工業都市なんていうのはいっぱいあります。川崎も出たことありますよね。それから大牟田ですね。 九州のの北側の方でですすね、ね、ここら辺です、ねはい、とかあ、もちろん福岡とか北九州に出てもいいですけども、はい、こういったものもの出ます。広島もいいですよね、えー、先ほど話題になった倉敷もいいですしそれかまあ他に出そうと思ったら切りがないんですけども、えー、そういうのはあの中学校時代とかそれか小学校の時に覚えたものなんかをもう一回こう引っ張り出してみてくださいね、えー、例えば、ツバメの、ね、養殖器とかサバエの眼鏡とかそういうのも、ね、出てきたりしますよ。はい。 さあハイパーチでいきましょう今度は瀬戸内の話ですねえ世界的に造船業が発達している地域なんですがこのような工業地域に発展した地理的な背景を教えてくださいということですね造船が発達する理由です行ってみましょう、はい、まず一つ目は瀬戸内ははい外を外に広がっている海ではないので波が比較的穏やかであること大きいですね船は 浮かべて実験したりあるいは浮かべてある程度補修したりしなければいけませんし海に近くないと運ぶの大変ですので波の荒いところでやっぱり作業難しいです,あれですから波が穏やかというのは非常に大きいメリットですね。しかもです、ね、あの入り組んだ海岸線になっていたり島がいっぱいあったりするので波が比較的さらに穏やかになりますね。番番ででですすすはこれ以外,で意外じゃありませんん晴天です天気がいいんですよ 天気が多いと何でいいかというとそう船はあまりにも大きいのでドッグ、部屋の中で使う作るってことが基本難しくて屋外作業が中心です。まあ、最近は技術が発達したので大きいドームみたいなものを作ってねあの船作ってるところもありますがえ外の作業がやっぱり多いということで雨が多いとやりにくいので晴天の多い地域に立地しやすいこんなことを、ね、知っておくとかっこいいですねかけたらい,いですねこういうのね。 さあ、えー、図表読解問題もやっておきましょう表統計問題ですね、えー、次の表はある工業製品の生産順位を示したものです、えー、それぞれの工業製品に該当するものを答えようということで一応ヒントで挙げてありますは当ててみてくださいね、はい、まず左側からいきます、はい、どこの国に注目するかっていうとずばりここですイタリア、えー、イタリアが上位ですよイタリアといえば そうファッションの国ですよね。イタリア、ミラノコレクションなんてね。ファッションコレクションもやってますが。はい、ですからやっぱり衣服があの発達してるって迫って洗濯機が上なんですねこれ。結びつけちゃうんですよ、ね、こういうの。はい、次です。左から2つ目。これはどうでしょう。中国、アメリカ、日本、ドイツ、韓国。えー、もう世界の主要工業国が並んでますよね。はい、そこからお分かりの通りで。はい、自動車です。えー、日本一時前まで2位までなんとか食いついてたんですけども、ここ数年また。 ちょっと生産台数下がっておりまして、えー、3位になりました。まあ、円高などの理由があると言われております。はい、それから真ん中行きましょう。あ、これいいでしょう。日中間ではい。これで3カ国で、えー、上位固めてます。船舶です。こんな風になってますね。はい、意外な方いません。これこのラインナップちょっとこう意外ですよね。 はい、ただあのトルコとチェコがあることからお分かりいただけるかもしれませんね、途上国に近い国が入ってますね、途上国まで行きませんけどね、この2カ国はね、えー、ちょっとあの先進バリバリの先進国よりはちょっと人件費なんかも落ち着いてる国が上位に来てます。はいということで、これ、毛織物なんで日本が結構上に来るんですね、こんなのちょっと知っておいてください。ははいい次でで最後一一番右です一番右右す、はい、これはロシアとかカナダっていう水力発電が 発達している国が上位に来てますので、アルミニウムということになります。はい。では次。まとめです。はい、工業種類、いくつか出てますので、まとめて特徴比較しましょう。こういう工業はどういうところにあるのか、どんな工業製品作ってるのか、なんてことを知っておきましょうね。はい、代表的工業都市、位置を地図からしっかり確認してください。特に日本の工業都市が出ると苦手な方多いと思いますので、しっかりチェックしましょう。今回登場してきたのは、あくまで基本的なものです。はい。 えですので、えー、いろんなところねえ、回答できるように準備しておいてください。えー、最後です。各工業に必要な原料や地理的条件はもう一度確認しましょう。工業立地の会でもちょっとね。同じような話していることはありますが、えー、2つセットで確認しておいてください。はい、今回は工業についてやりましたねえー。工業地域のお話とか、あるいは工業都市の話とかよく出ますので、えー、地図あの離さずえー、手放さずですね。しっかりとチェックをお願いします。 それでは今回の講義をこの辺にしたいと思います。